JHL 2022-23 シーズン日本ハンドボールリーグ三重バイオレットアイリス対オムロンピンディーズのスローオフです。ナイス、ラッキーですね。ここは少し浮かせて打ったところを岩見カノンが止めました。繋いでいきます。林がボールを受け取った。飯塚が決めました。本さんはここでちょっと点を決めていきたいですね。そうですね。さあクレアが浮かして決めていく。ナイスシュートです。ご両親も見守る中で決めましただと思います。さあそしてここは岩渕の得点でした。ちょっと今キーパーからも見えにくかったんじゃないですか。カツレンさんがもうシュートを打ったと時点でもう走り出しているので、はい、そこはさすがに止めたいですね。そしてこのウィングからのシュートは鳩野佳穂です。私も多分右の流れたコースに行くかなと思います。そして今度はその反対となりました。1対1ですね。キーパーを下げています。佐伯がピボットに入りました。ナイスパス、ナイスキー。ここは足で止めました。宮川のナイスセーブ。ナイスキーですね。ファームの早い展開で行くか。石井、須田、川下、カツレンにつないでカツレンが浮かせる。ーナイスボールで対応しました。カツレンチ、うまい。ここはなんとか守りきっている三重バイオレットアイリス。そしてオムロンピンディーズ、ナイスキー。岩見のナイスキープが出ました。ナイスキーですね。林割っていきたいがパスをつなぐ。ボールはオムロンです。早い。さあここも早いパスが通って、やっぱり尾崎が走っているんです。いいところにいます尾崎から。さあボールは三重バイオレットアイリスです。そこですね。熊崎パスを出す。森本走っていきます。突き刺しました森本穂乃香。ナイスシュートですね。三重バイオレットアイリス対オムロンピンディーズの後半戦です。来ています。石井が左にいます。さあスタナイスシュート。後半最初のゴールは須田紀子です。ディフェンス中央3枚目福井が高く張っています。さあここを抜いていきました。林美里の得点です。ですね。さあここも1人少ない状態で守らなければいけない。ここも尾崎が決めました。ナイスシュートですね。さあそしてオムロンとしてはここでまた得点を離したいところです。ナイスゴー。割っていって決めました。今のシュートは米沢です。状況が生まれます。あ林から切り込んでいく。決まりました。鳩野です。さあ尾崎パッシブの手が上がりました。4回以内でいかなきゃいけない。そこを冷静に左の脇のあたりを抜いていった石井です。流れをつかめそうですよね。さあダンレイナ、これがホーム復帰ゴール。ダンレイナおかえりレイさん、おかえりなさい。プロとしては再びチャンス。石井かわす、良いパス通った。ナイスキー。おーこれを止めた岩見カノン。攻撃機会を伺っていきます。バイオレットもここで動いている。さあそしてクレアだ。決まりました。早くてそして見応えのあるプレーをする選手です。さあ割っていった須田紀子、空いたところに巧みに入りました。シーズン目の選手。あそのさあボールを取ってここはダンレイナ走っていく。1対1早い。ダンレイナさすがですね。もう早い。いつも得点をたくさん上げているんですが、世界選手権日本代表でも活躍をしている選手。さあそしてここはパスを回って、まさにその岩渕が決めました。さあパスのカットからボールは三重バイオレットアイリス。林が決まりました。パスをつなぎながら決めていきました。木からパスをつないでいく。ここもカットに行ったがボールをキープしているのオムロン。そしてグレイクレアクランシス、鋭いシュート。オムロンの中央の守りは非常に高いので、ここナイスキープ。やはりここもナイスキープ。インのコースが空いてて、多分そこめがけて投げたと思うんですけど、はい、多分そのタイミングでしっかり右足を開けていたので、ナイスキーですね。このナイスキーが見られたところで試合終了となりました。25対18、勝ったのはオムロンピンディーズ。これで7勝1敗としました。まずはじめに、
フォーディーズさんをはじめ、今日の2000人プロジェクトに関わってくださった皆様、そして、会場に応援に駆けつけてくださった皆様、本当にありがとうございました。本当にたくさんの方が私たちを応援してくださっていて、この素敵なホームで勝ち星を挙げたい、本当にその気持ちで毎日練習に励んでます。今日本リーグに入ってずっと勝ちきれてなくて、皆さんにいいところ見せれてないんですけど、私たちの日本一という高い目標に選手全員で強い気持ちを持って向かっていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。